ガッテジェブクロ今日も一見言っ二件あったんやけど、一見は回答がついてなかったので、まだ明日以降にやりたいと思います。ドン。さで一つやります。日本を代表するアニメ監督であり、アニメ制作会社、スタジオコリタチアン代表の大津彩香氏が、5年ぶりに新作オリジナルアニメの制作を発表しました。はい、タイトルは、科学湿地対カッチャマンで、<laughs> 世界征服を企む秘密結社カピパーラと戦う、5人の少年。 少女で結成された科学湿地帯の活躍を描いた作品とのことです。一部キャラクターも公開されてます。大足の綾、コンドルのムケけな、白鳥のお塗り。<laughs> エンツバクロンのアプル、ミミズクのプルマーの5人が科学湿地帯のメンバーのようです。敵キャラクターやストーリーなどはまだ明かされていませんが、皆さんはどんなストーリー展開を期待しますかよかったらご意見をお聞かせください。補足、カッチャマン。カッチャマン。うん。それは分かってるから、補足は別にいらんかったね。えー、何のことか全然分からへんけど、 答え。答えが一件あります。あ、そういえばあの、ともさんは質問職人になってきたよね。ともさん。ジェイさん。ジェイさんも常連になってきたよね。質問職人と回答職人が <laughs> 出始めたよね。科学史地対カッチャマン。楽しみですね。ストーリーも楽しみですが、詩的には主題歌のカピパーラが。 カピパーラがカピパーラが悪いとメタル調でのぶとい声で歌っているあの歌が頭から離れません。名曲中の名曲ですね。でも予告編で見た正義の味方カッチャマンが絶対に悪くないはずなのにだから絶対に謝らなくて良いはずなのに両手にカッチャンされているシーンが一瞬映し出されたのを見てええー、と叫んでしまいました。なぜなのでしょうか。悪くないはずなのにとにかく。 楽しみですね。なんでやろな。予告編やもんな、まだな。だから、えー、スタジオゴリタちゃん代表の大沢市が5年ぶりに新作オリ,ジナルアニメオリジナルアニメの制作を発表しました。科学湿地いかっちゃま。科学湿地いってどういうことやねん。<laughs> 曲のリクエストな。じゃあ、ね、あの、初音ミクさんやったらすぐ作れんだけどさ、俺が歌わなあかんやろ。 俺が歌うとなるとめんどくさいねん、結構。すぐにでやろうまったらないけどさ、もうめんどくさい。世界成功、宝物、秘密結社カピパーラと戦う。カピパーラが悪者やねんな。5人の少年少女で結成された科学質地帯の活躍を描いた作品。大鷲の綾、コンドルのムケナ、白鳥、白鳥やな。白鳥のオヌリやな。原作は白鳥のジュンやもんな。つばくろのアプル。 アップルって何ミミズキのプルマー。アップルは分からへん。分かる誰か。5人が科学知治体のメンバーのようです。敵キャラクターやストーリー。あーあ、リンゴね。はいはいはい。オッケーオッケー。うん、な、なるほどなるほど。納得納得。敵キャラクターやストーリー。なんかリンゴくん大暴れしてるよね。何やったっけもう。なあ。<laughs> なんかやばい領域に入ってるよね。なんか。リンゴくんの最近の発言。それは、 ミミズクじゃない女子体操服を。敵キャラクターやストーリーなどはまだ明かされていませんが、皆さんはどんなストーリー展開を期待しますかよかったらご意見をお聞かせください。カッチャマン、カッチャマン、それはわかりますよ。それ。 あのー、この前も何やったっけ雪国ならぬテコ国はちょっと余計かなって言ったのと一緒で、や暮です、この細子は。その、自分を信じましょう <laughs>。自分じゃないな、こう、俺たちを信じてくれ。そこ、そこはわかるから。<laughs> 俺たちを信じてくれ。観客を信じろってやつだな、よく。うん。よく言われる。カッチャマンな。<laughs> 科学失地体カッチャマン楽しみですね。ストーリーも楽しみですが、私的には取材がな、カピポーロゴー,がーカピポーロゴー,がー カピバラが悪いとメタル調でのぶとい声で歌ってるあの歌が頭から離れません。名曲中の名曲ですね。でも予告編で見た正義の味方カッチャマンが絶対悪くないはずなのに。だから絶対に謝らなくていいはずなのに。両手にカッチャンされてるシーンが一瞬映し出されたのだからカピバラガーに捕まったんじゃない何やったっけ大足のアヤが捕まったんじゃないカピバラ、悪。 悪者に拘束されてしもたんじゃない、うん、弱気は最大の敵。絶対悪く、かっちゃんされてるシーンが一瞬映し出されたのみで、ええー、と叫んでしまいました。なぜなのでしょうか。悪くないはずなのに、とにかく楽しみですね。そうですな。出発ー、出発ー、出発ー、出発。ー。うなる、エンジン。誰だ誰だ誰だケーキをパソコンに乗せるやつ。 変なが髪投手。そんな感じかな。歌うとしたら、替え歌作るとしたら、喉黒ミサイル。死もマさ。 俺は割とシモン・マ風味の歌も歌えるよ。初期の頃よくシモン・マシリーズ歌ってたもんな。うん。ほ<わ> <laughs> 命をかけて盗み出せ。通帳コピーのついでにお金もだ。みたいな感じ。<laughs> そんな感じかな。湿地忍法火の車湿地やのに火の車なんや。ええー、面白いな。湿地忍法もポ、モあれ、前どんな曲や俺泳げ、たいやき君、どんな曲前ね。 どんな歌やったっけ忘れてしまった。毎日毎日あたしら十全ビール。こ飯コラボは新宿でか、浅せ先生。もう忘れたわ、もん100曲近く作ってるからな、もうもはや。替え歌もな。う、えー結構どん。てこな。 必殺技てコどんな。まあそういうことらしいですわ。<laughs> 楽しみですね。科学湿地帯カッチャマン。また耳ミミズくが怒っ、怒ってくるんちゃうまあええけどよ別に。もうどうでもいいわ。もうゴリタチアンが何を言ってこようかな。もうどうでもいいわ。うん。じゃあ終わりましょうか。いい感じの時間、録画できたので終了です。それで明日はどんな知恵袋かな明日はどんな知恵袋じゃねえわ。明日に、金曜日やないかい。